近藤虎五郎近藤虎五郎は、明治大正時代の土木技師。戦前前期の土木界を代表する人物の一人、日本初の工学博士。村上藩士、近藤沖にいよいよの長男に生まれ、新潟学校を卒業。明治11年9月明治天皇北越五巡行の折、特に学術優秀ということで、目録を賜っている。その後、 東京帝国大学校科大学土木工学科に進学。常に主席を通し、特待生として明治20年に卒業。私費で2年間米国留学し、土木工学の先進技術を学び帰国。明治23年内務省土木局に入り内務技師となり、29年の河川法制定模国費による河川改修工事や湾岸。 上下水道の新設工事の監督指導にあたる。なお、国の重要文化財に指定されている明治44年春工の秋田県藤倉ダムは、虎五郎の指導を受けて完成したものである。傍ら、約24年間母校の東京帝国大学教授として土木工学を講義、更新の指導にあたり、鉄道将棋士なども兼務した。虎五郎は日本に 初めて計算尺を紹介した人物の一人でもある。1894年、当時内務省土木課長だったトラ郎ロは、工学博士、広田利太郎と共に、欧米視察に向かい、視察の土産として、ドイツ製マンハイム型計算尺を持ち帰った。翌1895年、二人はこれを、東京猿学長の中村測量景気製作所に持ち込み、 国内での大量生産を発注。その設計と生産の担当についたのが、変味系三尺の生みの親となった、いつみ二郎であった。当時18歳で入社間もなかった、いつみ二郎は、当時日本一のメモリ工と言われていたという。いつみは、系三尺の素材によっては、四季それぞれの気候によって、メモリが狂ってしまうことに着目。特に日本の火器は、温度、 湿度が高いことから計算尺の全長や分長が変化してしまうため、桜、杖、カリン、魔法眼ニなど様々な材質で試行錯誤を繰り返し、1909年に日本固有の蓄材、妄想蓄を使用した竹製の計算尺を完成させる。第一次世界大戦により、それまで世界標準だったドイツ製計算尺の生産が途絶えると、 国内外を問わず計算尺の注文が激増。日本製バンブー計算尺として広く名声を博すことになった。電子計算機が普及し始める1970年代までの間、変味計算尺は世界中で利用され、1960年代後半には変味計算尺のシェアが日本で約98%、世界では約80%を占めることもあった。 なお、トラゴロウが生まれた村上藩は、鮭の町として知られる。藩の下級武士、青戸竹平次が世界で初めて鮭の母船会帰性を発見し、この性質を利用した鮭の天然繁殖法、種川の性を考案。種川の性の導入により、市内を流れる三面川の鮭の漁獲量は、飛躍的に増え、村上藩の財政に大きく貢献した。酒量により、 財政が潤った村上藩は、これを財源に、藩校、国中館を中心に、藩士指定の教育に大いに力を入れていた。明治に入ると、旧藩士たちが村上酒産育養所を設立。それまでの天然増殖に加え、人口負荷にも成功し、莫大な収益を上げることになるが、藩時代の育英の精神を受け継ぎ、小学校や中学校の設立、 中でも優秀な藩士の子弟には、奨学金を支給し、多くの優れた人材を世に送り出した。村上では、こうした奨学金の恩恵を受け、勉学に励んだ人たちを、やがて村上に帰って、郷土の発展に尽くしてくれるだろうという願いを込めて、酒の子と呼んでおり、虎五郎も、この酒の子の一人であった。その他にも、三子不育館長として、七の宮、 高松の宮良殿下の教育係を務めた、三好愛吉や、野木丸助大将の通訳を務めた、外交官、川上敏彦、法務大臣で、中央大学教授の稲葉治、雅子皇后陛下の祖父、大和田貴阜氏などがいる。出典、土木学会附属土木図書館、デジタルアーカイブス土木貴重写真コレクション、左前から丘の昇る、原田貞介。中央語。 直お林太郎。右前から三番目。近藤虎五郎。次期詳細不明出典、土木学会。真田秀吉所蔵写真。箱根島の沢冠水郎には似て三十一回三十年記念会。近藤先生を迎えを経て昭和三年十月十三日。下段左から五番目に。近藤虎五郎。六番目に。真田秀吉氏。妻は、幕末。 明治の国宝学者であり、東京大学初代総理でもある、加藤博之の三女、幸子。長男の近藤光之は、農学博士で栄養研究所に勤務。次男は、洋画家の近藤光則。三男の体は、高田商会二代目社長の高田鎌吉に、養子入りしている。計算尺、広谷太郎、近藤大虎五郎、中村商店、1895年。 明治28年1月国会図書館デジタルコレクションありがとうございます。